こんにちは、こんばんは。黒猫のウコンです。木猫のサコンだぜ。ウプ主のサキクマです。さて今回は、徳川家慶の二人の側室のお話です。久しぶりの大奥だな。一人は篤姫の旦那さんのお母さんだね。篤姫はやらんのか？あの辺は陰謀まみれや素人が触らん方がええ。いやどこの陰謀論者だよ。兄の野心のために大奥に送られ、悲劇の最後を遂げた側室。まさかの幸運で側室となり、大奥の中で将軍を産んだ最後の母。激動の時代を迎えた大奥で生きた、徳川家慶の二人の側室のお話です。第十二代征夷大将軍徳川家慶は、うちの動画でもちょくちょく出てくる。側室26人以上子供60人超えという夫姓将軍、徳川家斉の次男です。父には及ばずとも、家慶も8人の側室との間に、14男13女が生まれた子だくさんでありました。え、側室の数の割に子供多くない？家慶の側室は一人につき3、4人の子供を産んでるんだ。中には5人産んでいる側室もいる。へえ、多いね。ちなみに家斉は7、8人産んでる側室が何人もいたぞ。多いのよ、側室の数も生まれてる数も多いのよ。でへ。さて家慶の時代の多くはどうだったかというと、家慶の正室は、アリス川の宮織人親王の第六王女、高子女王でした。10歳で江戸に下り、1810年1月に15歳で家慶と結婚。家慶とは夫婦仲も良く、一男二女、三人の子供を産みました。しかし、三人とも幼くして夭折してしまいます。その後も高子女王は何度も身ごもりますが、すべて流産。そして家慶が将軍となってから3年後に、46歳で逝去してしまいます。側室で最も権力を持っていたのが、お膝の方。お膝の方は家慶の母、高林院の姪でした。高林院がお膝の方を呼び寄せ、自身の部屋子にしたのをきっかけに、家慶の目に留まり、1812年頃に側室となったそうです。ああこれ、お母ちゃん仕掛けましたか。まあ、よくあることだな。お膝の方は二男一女を設けますが、いずれも夭折してしまい、彼女も1847年に逝去しました。そしてお膝の方も亡くなる数年前に、自身の姪を大奥に呼び寄せますが、姪であるおつゆの方は、家慶の寵愛はあまり得られなかったようです。子供も男子が一人生まれましたが、生まれてすぐに夭折。その後家慶の渡りもなく、家慶亡き後は出家し尼になりますが、側室たちの中で一番最後まで生き残り、1888年まで生きたと言います。お格の方。彼女は側室の中で一番美しかったそうです。その美貌から、1820年頃大奥に来てすぐに、家慶の手がつきました。二女を産みましたが共に夭折、彼女も出産後体調を崩し、23歳で亡くなります。お波の方。1819年頃大奥に上がり、家慶の側室となります。1824年に娘が生まれますが6歳で夭折。その2年後照姫を産み、照姫は無事に幼少期を生き延びました。ですが嫁ぎ先が決まった矢先、15歳の時に天然痘に罹患し、亡くなってしまいます。お波の方は、1852年に亡くなりました。お筆の方、幕臣の娘で、1827年頃に大奥に上がり、家慶の側室となります。しかし、ここで大奥名物、犬猿の仲となる女性がやってきたのです。いや名物にしないであげて。お金の方。彼女は菓子屋の娘だったのですが、江戸から続く有名な老舗和菓子屋、風月堂の娘さんだったという説があるとか、その美貌を見出され幕臣の養女となり、大奥へというコースでやってきました。お金の方はその可愛さから、家慶のお気に入りとなりますが、この二人、ものすっごく仲が悪かったそうです。とことん気が合わなかったのか、ほぼ同じ時期に側室となったことでお互いライバル視したのか。町民の分際で何大奥ででかい顔しとんじゃいごるわ。はぁ、町民から大奥に上がった雑草根性なめんなやこら。両者どちらも譲りません。女の戦いは一歩でも引いたら負けです。一気に拳を叩き込め。いやどこもヤンキー漫画だよ。二人はお互い中傷し合い、家慶の寵愛を奪い合い、十数年の長きにわたり戦いを繰り広げました。子供は、お筆の方が三男二女、お金の方が一男三女を産みます。しかし、どちらの子供も皆夭折してしまい、家慶の寵愛合戦も、結局どちらが勝ったか勝敗もつかないままでした。
ちなみに二人は、お金の方1843年、お筆の方1844年と、1年違いで亡くなったんだ。これは両者相打ち。そして今回の主役の一人目、おことの方。おことの方は、紀州藩水野忠明の六女です。本名はおひろ。父から家督を譲られた兄水野忠中は、紀伊新宮藩藩主であり、大名並みの35,000石を有していました。ですが紀伊の水野家は、正式に大名と認められてはいなかったのです。そこで忠中は妹おひろの美貌に目をつけ、おひろを大奥に上げ、将軍の寵愛を得ることで大名となり、さらには幕政にも加わろうと考えました。おひろは兄を敬愛していたと言われており、家のためにと覚悟を決めて、大奥に上がったそうです。おひろは兄の策略通り家吉に見染められ、側室となりました。そしてなお、おことの方と改めます。おことの方は、家吉の晩年の寵愛を一身に受けた側室でした。1844年に姫君を産み、8年間の間に2男2女を産みましたが、やはり皆夭折してしまいます。なんでこんなに子供が亡くなるの？昔の子供の死亡率は高かったからな。だが一説では、乳母が使っていたおしろいに含まれている鉛が、乳母の肌から赤ん坊の口に入り、鉛中毒を引き起こしていたんじゃないかとも言われている。何それ辛い。1853年7月27日、徳川家吉が崩御。おことの方は落職し尼となりました。そして妙音院と名乗ります。その後おことの方は、家吉の側室たちと共に桜田御用屋敷に住居を移しました。彼女たちは、外出も自由にできず、閉鎖された世界に閉じ込められます。子供も失い、未来に希望もなく、ただ、家吉の菩提を弔うだけの人生。そんな外界から遮断された、重く暗い世界で、運命の出会いはやってきました。その頃桜田御用屋敷では、大規模な改修工事が行われており、大勢の大工たちが敷地内で作業を行っていたのです。そして、おことの方は一人の若者に心を奪われます。彼は、幸次郎という大工でした。その容姿は、まるで役者のようだと皆が騒ぐほど、精悍で美しかったと言います。幸次郎もおことの方に惹かれてしまい、二人は許されない恋に落ちてしまいました。工事の期間、おことの方は幸次郎と密会を繰り返します。それは次第に噂となり、やがて幕府にまで届いてしまいました。妹の不祥事を知った兄の忠中は、おことの方を江戸の屋敷に呼びつけ、そして、おことの方は、謎の死を遂げたのです。1855年のことでした。おことの方は突然死とされ、内々に処理されます。しかし実際は、妹の不祥事を家の恥と激高した忠中に、手打ちにされたと言われています。ああ、てめえの都合で妹道具にしときながら手打ちにしただと？兄が手にかけたかどうかははっきりとはしてないんだ。おことの方が自丸したという説もあるしな。だが当時の風潮を考えれば、おそらく兄が。次は明るい話だから、その顔やめろ明るい話だから。おみつの方は、1807年に江戸で生まれました。父は幕臣の跡部正康。おみつは1822年から、江戸城大奥に奥女中として出仕し、その翌年に徳川家吉に見染められ、側室となりました。しかしおみつが家吉の側室になった経緯には、とある説があるのです。いつも言っとりますが、こういう説がある、というだけですので怒らんでください。大奥にはおみつの姉が、先に奥女中として勤めていました。おみつは奥女中ではなく、行儀見習いとして姉の後に大奥に入ります。行儀見習いとは、商人や武家の娘などが、行儀作法を教わる専門学校のようなもので、大奥で行儀作法を教わることは、当時の娘の最大のステータスとなり、縁談にも有利に働いたのです。見習いと大奥の奥女中との住まいは別棟にあり、おみつは時々、姉に会いに奥女中が住まう区画に遊びに行っていました。そんなある日、姉の元へ来ていたおみつに、姉の同僚が頼みがあると言ってきたのです。実はその日大奥で、お中老になるための面接が行われるはずでした。お中老とは大奥の役職で、将軍の側室候補も兼ねています。しかし候補の女性の一人がいつまで経っても現れず、焦った同僚がおみつに代役を頼んだのです。私が？大丈夫大丈夫、全員揃いましたっていう体裁を取り繕うための数合わせだから。行ってこい、お中老になれたらラッキーだよ。
いやいやいや、いきなりそんなこと言われたらビビるって、おみつさんも困ってるって。おもしれえじゃねえかー。こうしてノリノリで面談に臨んだおみつ。もちろん姉たちも本人も、選ばれるなんて思っていません。そうなん。一概には言えんがこういうのは大概、面接官のお中老に賄賂を渡して口利きしてもらうってのが常だろうし。そのお中老に金を積むのはもちろん、娘たちを使って利益を狙う家族だろうな。しかし、奇跡は起きてしまいました。なんとその面接会場に徳川家吉がやってきて、襖の陰から、こっそりと面接の様子を覗いていたのです。いや何やってんのこの人。気になったんです。そしておみつを一目で気に入った家吉は、彼女を側室に選んでしまいました。こうして、とんでもない幸運の中、将軍の側室となったおみつの方は、1824年に、家吉の四男清之助、後の13代将軍家貞を出産したのです。ラッキーで側室になったおみつの方は、特に野望も持っておらず、息子清之助の世話は乳母である歌橋に任せ、大奥西の丸でのんびりと暮らしていたそうです。この時点で清之助が世継ぎ候補だし、側室が自分で育てることは許されないだろうしな。家吉にも寵愛され、1826年に春の城、1828年に越五郎を産みました。しかし、二人とも夭折してしまいます。1837年、11代将軍徳川家斉が将軍職を退き、家吉が12代征夷大将軍に遷下されました。世継ぎの母となったおみつの方は、本丸大奥に移り住みます。清之助は無事に成長して行きますが、かなり病弱でした。そして人前に出ることを極端に嫌い、乳母の歌橋にしか心を開かなかったそうです。私この家貞の肖像画見てびっくりしたんやけど。なんだよ。シュッとしたイケメンやないの。比べるな比べるな比べるな怒られるぞ。世継ぎの聖母となり、大奥の頂点に立ったおみつの方。しかし、実際に大奥で牽制を振るったのは、おみつの方ではなく清之助の乳母、歌橋でした。そしておみつの方も、歌橋に頼りきりだったそうです。家貞は1842年に、公家の姫君、高塚佐敦子を正室に迎えますが、世継ぎが生まれないまま、敦子姫は6年後に逝去しました。家貞は次に、公家の姫君一条秀子とその年のうちに再婚しますが、秀子姫も、半年後に逝去してしまいます。家貞には側室も持たせましたが、解任することはありませんでした。そんな中、江戸に未曾有の事態が起こります。1853年6月3日、黒船来航。やあ、ペリーだよ、開国しようね、じゃあ。この一大事に家吉は急病に倒れ、その9日後に皇居。家貞が、13代征夷大将軍に遷下されました。おみつの方は落職し、本寿院となります。そして家貞のもとに、薩摩藩主島津成明の養女、篤姫が嫁いできたのです。ドラマなどではおみつの方は、恐ろしい姑に描かれていることもあるが、実際はそうでもなかったようだよ。もちろん、姑として厳しい言葉をかけることもあったかもしれんが、いくら将軍の聖母であっても、側室はあくまでお中老という役職で、将軍と御台所に仕えている立場に過ぎない。徹底した身分制度の時代だ。武家の娘であるおみつの方が、そこをわきまえていないとは思えないしな。しかし、家貞と篤姫との間に子供はできませんでした。将軍となってから家貞の体調は悪化してゆき、世継ぎ問題は深刻となります。そこで、家吉の異母弟、紀州藩士徳川義富と、徳川御三卿の家から、水戸の一橋義信が世継ぎ候補となりました。篤姫は養父の島津成明から、義信を世継ぎに迎えるよう、家貞を説得する使命を担っていたのです。しかし大奥側は、家吉の異母弟である徳川義富を推していました。義信を推す老中安倍正弘、島津成明らなどの一橋派と、義富を推す彦根藩主井伊直弼や大奥の南紀派が対立。そして、様々な思惑が錯綜する中、世継ぎは徳川義富に決まります。1858年7月6日、家貞が皇居。徳川義富改め、徳川家茂が14代将軍に遷下されました。篤姫は落職し、天璋院となります。そして仁孝天皇の第8王女、和宮親子内親王が、家茂の正室となりました。家貞の死後、おみつの方は大奥本丸から二の丸に移り住みます。篤姫と和宮との確執や、
激しいバトルも、お三つの方は割れ感せずで、二の丸で、のんびりと暮らしていました。1858年、徳川家茂が20歳の若さで皇居。世継ぎがいなかった家茂は、慶喜を後継ぎとし、一橋慶喜が、徳川慶喜として、15代将軍に宣下されました。そして1867年、大政奉還。翌年の1868年の江戸城無血開城により、江戸幕府は崩壊して行きました。その頃すでに大奥から出ていたお三つの方は、篤姫と共に一橋邸に移り住み、その後も一緒に、尾張徳川家の屋敷に引っ越し、なんだかんだと、仲良く暮らしていたと言います。篤姫は、お三つの方にとても親切にしてくれたそうです。お三つの方は、1885年2月3日、79歳で逝去しました。禁じられているとわかっていても、生涯でたった一度、一瞬の恋を生きたお琴の方は、兄に呼ばれた時、すべてを覚悟していたのではないでしょうか。その思いの価値は、彼女の命と引き換えにしても、消すことはできなかったのかもしれません。そして幸運をつかみ、喜び勇んで栄華を極めたお三つの方。息子に先立たれた不幸はありましたが、それでも、時代の移り変わりを生き、大奥最後の将軍の母として、江戸幕府の終わりを、見届けました。幾多の女性たちの人生を、その悲しみを見取り、大奥は、静かに眠りについたのです。まあ、幕府の財政を、大奥が食いすぎたんだがな。ちなみに徳川慶喜の母は、家慶の正室高子女王の妹の、慶子女王なんだよ。おお。あと、結局大名にはなれなかったお琴の方の兄なんだが、一橋派と、南紀派の対立で、南紀派だった忠中は一橋派によって失脚に追い込まれ、隠居を命じられた上に城の中に幽閉されたんだ。幽閉を解かれた後も二度と表舞台には出れず惨めなまま、50歳で死んだそうだ。はい、心の底から、さまいや、側室の不義密通は死罪の時代だったし、ひどい話だが、兄のしたことは、当時では当然の処置だったんだよ。知らんわさまあ、はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。